始まりましたかね。どうだろう。お、始まりました。皆さん、こんばんは。こんにちは。お、すごいすごい。みんなすごいジョインしてくれてる。あ、こんばんは。ダダロアバンネさん。あ、サブリナさん。あと誰だ？お、スペインからおはよう。ガビリ、あ、読めない、あ、デイビッドさん。なんとかデイビッドさん。あ、バンコクから、こんばんは。あ、ナーさん、こんにちは。あ、サルー、サピーマーさん。え、ヨーロッパかな。あ、チョイさん、こんばんは。あ、マレーシアから。あ、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。え、チョンブリから、こんばんは。Take me with you to Japan. あ、ターキー。え、今日はいろんなところかな。韓国のファンです。こんばんは、先生。こんばんは。あ、誰かラブ言った。あ、え、この2401AK さん、最近すごいコメントしてくれるよね。すごいね。皆さんは今日はどこからですか？どこからですかね、皆さん。さっき今ね、トルコとかスペインって言いましたけど、皆さんどこからだかな、今日。あ、アラビアの人もいる。アッサラアレイクム。お、ブライアンさん、ヤッホー。はいはい。あ、ゼロコニックさん、マレーシア。ジムさん、寒いです。あ、インドから、こんにちは。タイから、あとインドネシア、アッサム。あ、アージョンさん、フィリピン人だけど日本に住んでいます。シンガポールから。あ、ローマ、イタリー。マーコさんね。あと香港、ウズベキスタン、マレーシア、インドネシア。やっぱりインドネシアの人多いね。アジアの人とかね。こんばんは、先生。って。あ、バングラディッシュから。よし。じゃあみんな大体揃ったかな。じゃあ始めましょうか。今日はね、タイトルにもあるんですけど、Q&A ライブするんですよ。そうそう。で、昨日かな？あのね、なんだっけ、あれ、あのストーリーでちょっとね、質問を出したので。あ、オーストラリア、あとは、いや、イタリア、すごいね、いろんな人が本当に見てくれてる。そうそう、今日はね、まあもちろんみんなね、あの質問があったらここのコメントでも質問してくださいね。で、まあ、いっぱい今日ね、質問あって、ちょっとメモしてあるんで、それをちょっと質問答えながら、始めましょうか。ね。あ、ウェーブもちょっとしましょう。はい。じゃあ、まずはどうしよう。簡単なのからしようかな。どれからしようかな。あ、もうめっちゃ簡単なのからいきましょう。まずは、何歳ですかって来たんですよ。あ、あと先生の出身はどこですか。今 BBQ マックさんね。そう、僕の出身は日本の茨城県です。そう、今日のトピックはね、 Q&A なんですけどね。そう、僕は日本の茨城っていうところから来ました。知ってるかな、茨城って。
納豆が有名なところです。そうそうそう。で、今はオーストラリアのメルボルンに住んでいます。そう。で、今年36歳です。36歳そうそう、36歳ですよ。まあこんな感じですかね。で、ちょっとどんどん進めていくんですけど、どういう質問が多かったかというと、あ、まず最初ね、毎日どのぐらい日本語を勉強した方がいいですか、だって。そういう質問来たんですよ。毎日どのぐらい。そうそう。皆さん毎日勉強してます？日本語の勉強。毎日勉強してますっていう人いますか？そう。皆さんはどのぐらい勉強しますか？一日。まあ、一週間でもいいですよ。そう。どのぐらい勉強するかな？ちょっとね、じゃあ質問したいんですけど、あ、ドッグモンキーさん1時間か。本当に36歳。まあそうですね、はい。お、ADBC さん、はい、勉強してます。時々です。あ、TGRY さん、毎晩。皆さんどのぐらいですか？毎日だいたい。エリックさん、5時間？シャークさん、4時間。あ、イギリスからライブ、ネイルさん、ありがとう。もう長い間勉強。あ、パワーさん、2時間。あ、ヒョンさんも2時間ぐらい。すごいね。毎日4時間勉強しました。あー、デイビーさん2時間。お、すごいね。すごいすごい。2時間？本物の宗師先生。本物ですよ、それは。もちろん。すごいね。なんかどのぐらい、なんだろう、勉強したらいいかって言ってるんですけど、まあ、みんなみたいに、1日2時間とか3時間勉強したら、もう、それはもう十分ですよ。ね。そう。だから僕のアドバイスは、まあ、1週間に1時間とか、1週間に2時間、3時間よりも、なんかね、毎日、まあ、ちょっとずつ、なんか、10分とか15分でもいいから、毎日勉強するのが、いいと思います。うん。お、なあさん、毎日日本人と話す。それは素晴らしいですね。めっちゃいいですよ。そうなんですよ。うん。毎日ちょっとずつね、あ、ドッグモンキーさんも1時間ですよって。そうね、毎日1時間とか最高だと思います。お、ネイルさん4時間。へぇ、すごいね。それだけ勉強したらね、いいと思いますよ。1時間でも十分だと思います。そう、毎日ちゃんと勉強したり。あとはね、ポイントは、なんか、いろいろな勉強をした方がいいです。ね。なんかね、漢字だけとか、リスニングだけとか、ボキャブラリーだけじゃなくて、今日は漢字、次はリスニングとか、毎日ちょっとずついろんなことをやっていくのはおすすめです。うん。あ、私の彼女は日本人。リッティーキさん。もう最高じゃないですか。彼女が日本人だったら。まあ難しいよね。
僕も奥さん、僕のね、奥さん、イタリア人ですけど、イタリア語全然話しませんからね。そうね、日本人と話したいですよね。オッケーオッケー。あと今、パワーさん、先生の趣味はどうですか？なんか、僕の趣味だね。なんかね、結構聞かれました。ほら、僕昨日かな？バッジありがとう、ドリーンさん。ありがとう。ドリーンさん、バッジね、本当にありがとうございます。ね、コメントしたら僕それ、ハイライトできるから。ドリーンさん、コメントもしてください。そうそうそう。なんだっけ。思い出しました。その僕の趣味。ね。昨日さ、僕オタクのビデオ作ったんですけど、見ました？昨日だよね。そう。で、あれで結構、先生の趣味は何ですかとか、いろいろ聞かれたんですけど、ね。あとはこの質問で、なんか、アニメを見ますかとか、いろいろ来ました。で、僕の趣味はね、実はあんまりないんですけど、でもサッカーが好きですね。ドリーンさんの、OK、ちょっと待ってね。はい、ドリーンさんありがとうね、本当にね。そう、先生の恋人はイタリア人ですか？そうです。僕の奥さんね。奥さんはイタリア人で、今、メルボルンに住んでいます。そうそう。なんだっけ、そう。で、僕はね、そう、サッカーが好きで、サッカー見ることが好きですね、趣味。趣味はサッカー、見ること。で、アニメは、あんまり見ないですね。ていうか、全然見ないかもしれない。そう。先生の名前、ちょっと待ってね。そう。全然見ないんですよね。小さい時は見ました。アニメ。なんかその、例えば、僕の時は、なんだろう、ドラゴンボールとか、ね、そういうアニメとか見たんですけど、今はね、全然見てない。だから、今流行ってるアニメ、例えば、何？鬼滅の刃とか、あとは、もうてか全然わかんないんですよね。そう。なんか僕がね、学生とかフォロワーに言われるのは、なんだっけあれ、僕のヒーローアカデミアかな。知ってる？みんな。ヒーローなんとか。僕のヒーローアカデミア？みんな知ってるかな？そうそう。見た方がいいですよって言われるけど、それ見たことないね。アニメ。そう。あとでも漫画の方が好きかね、僕は。漫画。漫画は、そうだね、若い時読みましたね。今はもう全然読んでない。だからちょっと皆さんのさ、なんか好きなアニメとか、その新しいのね。古いのはね、まあまあ知ってるから、そうそう、新しいアニメとかおすすめあったら。一番好きな日本語の映画。日本の映画。なんだろう、日本の映画。日本の映画あまり見ないかもね。僕は、どうだろう、アメリカの映画が好きかな。僕、レオナルド・ディカプリオのファンなんですよ。だから、その、ディカプリオの映画は、大体見ました。日本の映画はあんまり見てないかも。実は。ドグモンキさん、配球。配球ってあれだよね。バレーボールですよね。そう、東京リベンジャーズ
これも聞いたことあるけど見たことないわ。そっかそっか。まあ皆さんね、おすすめの、漫画とかアニメあったら教えてください。あ、デスノート。あ、デスノートは知ってる。面白いよね、デスノートは。そうなんですよね。OKOK。まあこんな感じかな。あ、深夜食堂のシリーズが大好き。ああ、食べ物ですよね。ああ、確かに見たことない。フルーツバスケットって女の子の漫画ですよね。確かね。知ってるんだけど、それも見たことないわ。花より団子とかは知ってるけど。モンスター。あ、モンスター。ああ、でも見たことない、漫画は読んだことないかもしれない。面白いんですよね。そう、僕だからね、結構困るんですよね。学生とか、みんなにその好きなアニメとか漫画の話聞かれても、あんまりわかんないんで。そうそう。で、あとじゃあちょっとこの、なんか漫画とかアニメとか、この趣味の話で、その音楽聞かれたんですよね、音楽。ちょっとここに書いとこうか。僕ちょっと自分でコメントしようか。例えば、フェイバー、なんだっけ、その質問、なんだっけ、フェイバリットジャパニーズミュージックだったかな。ちょっと待ってね。OK。じゃあ、これトピック。はい。じゃあ今、ピンで僕コメントしたんですけど、今、このフェイバリットジャパニーズミュージック。好きな日本の音楽。皆さんもあるかな？僕はね、ミスター・チルドレンって知ってますか？皆さん。ミスチル。ミスター・チルドレン。あ、キングヌーがめっちゃ好き。これも新しい人でしょ？僕あんま知らないんですよね。あ、ラッドウィンプスは知ってる。マペティッテさん。あ、ディッシュ。YOASOBI。これも新しい人ですよね。藤井風。みんなすごいね。あ、ラルク&シエル、ケイティさん。あ、知ってる。これはもうね、僕も、若い時聞きました。ワンオケロック。僕ね、ワンオケロックの人、ボーカルのタカさんとね、僕ね、会ったことある。そうそう、僕働いてたレストランに来て、タカさんと、写真撮りました。めっちゃいい人だった。優しくて。そう、ワンオクロックの、タカさん。あ、サキさん、何の話ですか？今ね、フェイバリットジャパニーズミュージックの話してます。そう、ワンオクロックのタカさん、めっちゃかっこよかった。で、めっちゃ優しかったもん。みんなに、あ、サイン書きますよ、とか。写真撮りますよって言って、で一緒に写真撮って、めっちゃかっこよかったよ。ですごい羨ましい。いや、すごかったですよ。そうそう、僕が前レストランで働いててね、そしたらそう、食べに来てて、多分友達とかと。そうそう、あ、スピッツ。スピッツ僕も好きですよ、ネイルさん。じゃあ、ミスター・チルドレンも知ってるんじゃない？あ、世界に一つだけの花。ドッグモンキーさん。いいよね。スマップいいですよね。プラスティック・ラブ。知らない。
知らないわ。有名なのかな。米津玄師。知ってます。有名ですよね。米津玄師さん。でもチケットとても高いです。アバオンケか。この米津さんって、そうだね。レモンとか、あと僕ほら、子供がちっちゃいんですけど、パプリカとかの人ですよね。ピノキオピー、ボカロ。全然知らん。AKB48。僕ね、アイドルはね、AKB の前のモーニング娘。でした、僕は。そうそう。ボア。ヘッドウィッグさん。僕ね、ボアもめっちゃ好きだったんですよね。ボアと僕36歳、多分同じなんですよ。そう。だから初めてボアをテレビで見たときは、めっちゃびっくりしました。なんかその時ね、僕ね、13歳ぐらいだったのかな。そう。ブルーハーツ。ブルーハーツかっこいいよね。ユイカ。誰ですか？ユイ・アマネ・カオル。アマネ・カオル。なんか聞いたことあるけど誰だろう？みんなめっちゃ知ってるね。あいみょん。あいみょんって誰だっけ？なんか聞いたことある。そう、ちょっとね、古いかもね、僕の知ってる音楽は。バラット、平井堅ね。キング&プリンス。キング&プリンスって、あれですよね、ジャニーズですよね。そうそうそう。ユイってあのユイですね、エリックさん。ユイはね、いいですよね。僕も知ってます。好きです、好きです。だから音楽とかアニメは多分みんなの方が詳しいですよ。多分。僕多分もう10年ぐらい前でストップしてるから、僕の J-POP とか。そう、だからみんなの方が多分詳しいわ。ドラマとかも。多分ね。こんな感じかな？じゃあ、次はね、結構ね、あとはね、結構ね、その難しい日本語についての、日本語についてのことなんですよ。パーティクルの質問が結構ありましたね。大丈夫？ちょっとそういうパーティクルとか、ちょっと難しい話してもいいですか？ ダメ？質問結構あったからさ、パーティクルの、まあ、おと、は、ちょっと待って。おと、わと、がと、でと、に。ちょっとこれ、今ポストしてますから。ちょっと待って。はい。次のトピックは、パーティクル。パーティクルの、お、は、が、で、に。ちょっとこれについて。いい？今ちょっとパーティクルの話しても。みんな OK？ やっぱり結構ね、まあ、僕のビデオってさ、ほら、頭にパーティクルのしたりとかさ、結構パーティクルのビデオ多いじゃん。だからみんな結構パーティクルの質問が多いんですよね。そう。じゃあね、最初、絵もね。みんなやっぱ難しいよね。まずみんなパーティクル、難しいと思う？みんな好きじゃない？まずちょっとそれ聞こうかな。
デットには一番難しい。アルさん。あ、ドクモンキさんも難しい。ジョアンさん、日本語はめっちゃうまいですね。僕、日本人ですから。あと、ワトがね。はい、はい、はい。そっか、そっか。今、ジョインした人ね。今からこのパーティクルのちょっと話をします。あの、パーティクルの質問がめっちゃ多かったから。あ、バーベキューマークさん難しいねって。やっぱ難しいと思ってんだよね、やっぱみんなね。うん。まあ難しいと思うね。和とがのニュアンス。で、まずね、和とがなんですけど、ちょっとさ、全部話すとめっちゃ長くなっちゃうから、あの、説明あんまりしないんですけど、まあ、僕の意見言っていい？あの、あんまりね、そこは心配しなくてもいいかも。和とがは。そう。まあ、なんでかって言ったら、その、皆さん今勉強してるじゃないですか。もう、普通フォーム勉強した人、あの、カジュアルカンバデーション、普通フォームの会話。どう？もうみんな普通フォーム勉強した？ね。まあ、普通フォームを勉強したりとか、まあ、あとは日本に住んでる人はわかるかもしれないんですけど、もう話すときに、その、パーティクルの和とかがって、もうあんまり使わないんですよね。あ、先生、和とがのパーティクル説明。ね、そう。和とがって、あの、もう話すとき使わないんですよ。あんまり。その、私はとかって言わないんですよ。ね。私は創始ですとかさ、私が創始です。和とがは何が違うんですかってみんな質問あるんですけど、話すとき、あ、こんにちは、創始ですとか、もう、がとかは使わないんですよね。そう。だから、あの、ま、もちろん和とがちょっと違うんですよ。あの、まあそういう、例えば本とか読んだりとか、もう長い、まあそういうリーディングとかだったら、まあ和とか、和とがはちゃんと分かった方がいいし、ちょっとニュアンス違うんですけど、もう普通に話すときは、あんまり使わないんで、まあ和とがはね、そこまで、あの、心配しなくてもいいと思います。で、がを使う、パターンを覚えた方がいいです。その和とが何が違うっていうよりも、例えば、何々が好きです。あ、この時はがを使うとか、私は本が欲しいですとか、その時だけがを覚えた方がいいですよ。そう。だからあんまり和とかどっちかなって、あの、まあ、あんまり悩まない方が、もう、もし分かんなかったら、もう別にスキップしてもいいし、使わなくてもね。うん。そう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 。だから、がを使うタイミング、その、何とかが好きですとか、そういうパターンだけちょっと覚えて、あとはもう、和を使って、もし分かんなかったのはちょっとスキップとかしてもいいと思う。最初の方はね。で、普通フォームの会話になったら、和とかがっていうのは、あの、もうその、使わなくてもいいから、そんなに心配しなくてもいいと思います。うん。そうそう。ね。まあ、本当はもっといっぱい長い説明があるんですけど、ね。それもちょっとこのライブだと長すぎるから、まあちょっと簡単にね、説明しました。うん。そうね、サブジェクトで使う、そうね、そのなんとかが好きですとか、なんとかがありますとか、そういう時に使うといいと思います。で、あと、日本人は、あ、今質問ね、スペインさ、日本人はよく使うパーティクル何ですか？例えば、じゃあ次はその、じゃあ、で、
でと2にしましょうか。2。みんな結構でと2が難しいっていう人多いですよね。ね。これも僕のおすすめは、例えば、なんだろう。あの、うちでテレビを見ますみたいな。まずはこれベーシックな、そのプレイスでアクション。これがまずベーシックですよ。ね。まず、ではプレイスでアクション。もうこれだけまず覚えましょう。これが一番大事です、まず。ね。うちでテレビを見ますとか。ここまでは OK ですよね。はい。で、この2は、実は2もあんまり使わないですよ、皆さん。そう。だから、いつも、ああ、どっちが出てどっちで2かなって、心配するんじゃなくて、そう。デトには普通にそう、普通に使うんですけど、プレイスでアクション。まずこのベーシックをチェックして、この2を使うパターンだけまたちょっと別に覚えてください。これイレギュラーで。例えば、電車に乗ります。あ、OK。じゃあトランスポーテーションに乗ります。何々に乗ります。この乗りますはじゃあ2を使うっていうパターンを覚えて覚えておきます。あとはプレイスでアクション、プレイスでアクション。イレギュラーで電車に乗りますとか、椅子に座ります。ね。そうやって2のパターンだけちょっと覚えておくと大丈夫です。うん。そうそう。大丈夫かな。そう。僕のアドバイスは、全部のルールを覚えるのはちょっと難しいです。一番最初に。だから、ベーシックなルールをまず覚えます。ね。プレイスで、なんとかなんとかを、なんとか。そう。で、スペインさんみたいにクラスに入ります。じゃあ、入りますは2。乗りますは2とか。座りますは2っていう、2のアクションのグループだけ、また別で覚えると。そしたらね、大丈夫です。うん。大丈夫かな？パーティクルの質問。どうだろう。まあ、音にもそうですね。で、ご飯を食べます。ジュースを飲みます。っていうふうに、大体はおですよね。普通は。ね。テレビを見ますって。だけど、時々、友達に会いますとか。この2の、2のアクションがあるんで、それだけイレギュラーで覚えてください。ね。大体はおですよ。テレビを見ます。ご飯を食べます。ジュースを飲みます。で、時々、友達に会いますとか、電車に乗りますとか、この2の、アクションを覚えてください。そうそうそう。部屋で眠ります。OK ですよ。OK です、OK です。ベッドで寝ますとか。そうそうそう。だから、いつも心配しなくても大丈夫ですよ。いつも心配しなくても。大体、アクション、なんとかを、なんなんます。どこどこで、なんなんますっていうベーシックを覚えて、ね、2だけちょっともうハイライトして、例えばメモで2のアクションのグループをメモするとか。大丈夫ですかね。 OKOK、OK, OK、じゃあちょっと次のトピックいこうかな。
そうそう。まずはベーシックを覚えてくださいね、ベーシック。はい、今ね、パーティクルの話をしました。次は、今さ、コメントで誰か あったんですけど、ちょっと待ってよ。次はね、敬語だね、敬語。ちょっと敬語について話しましょうか。この敬語ですよ、敬語。どうかな、皆さん、敬語って知ってますか？ストーリーのさ、質問では、敬語について教えてください。敬語って何ですかって。5年ぐらい日本に住んでるけど、日本語が頭に入りません。難しいよね。そうそう。今度は、この敬語？敬語について話していきましょうか。あ、知ってます。ケイティさん。スペインさん知りません。あ、本当ですか？スペインさん、日本語上手だから知ってると思った。はい。敬語っていうのは、まあ日本でね、例えば自分より、年上の人とか、あとは、会社とかそういうビジネスの時に使う話し方なんですよ。敬語っていうのは。あ、知っていますが難しいと思っています。そう。もしね、ビギナーの人は今、ね、敬語は、もし皆さんがビギナーだったら、心配しないでください。そう。なんか、ビジネスとか、そういうチャンスがある人とかね、あとは日本語は、まあ、インターミディエイトの人はちょっと心配した方がいいんですけど、ビギナーの人はね、まだ心配しなくてもいいですよ。日本人の人もね、日本人の人も、例えば、もし、皆さんがビギナーだったら、ね、普通の日本語を話しても大丈夫。あ、この人はビギナーなんだなとか、あ、外国の人だから、あ、日本語一生懸命話してるなと思うんで、ちょっと間違えたりとか、この敬語使わなくても、もう怒ったりしないで大丈夫です。だから、日本語ちょっと上手になって、なってきたりとか、そういうビジネスで話す人は、敬語。まあ、絶対覚えなきゃいけない。そう。フォーマルな日本語なんですよ。でもね、日本人もね、敬語間違う人いますよ。これがね、やばいですよね。そうなんですよ。日本人も間違えちゃうんですよね。でも実は、敬語って難しくないんですよ。そんなに。そう。あ、ドックモンキーさん難しい？お、今、シャンジーさん、ちょっとこれ、ピンにしようか。そう、この敬語には2つあって、尊敬語と謙譲語っていう2つの種類があります。尊敬語と謙譲語。だから、この2つをまずちゃんと分かってください。
もうポイントはそれだけです。尊敬語と謙譲語、この二つがあります。そう、これがポイントなんですよ。じゃあ何がポイントかって言ったらね、謙譲語っていうのは自分のアクションに使います。はい、OK ですか？ここまで。で、尊敬語っていうのは相手のアクションに使います。大丈夫？例えば、食べます。ね？食べますの、敬語なんですけど、謙譲語っていうのは自分のアクションでしょ？だから自分が食べるときは、いただきますっていうわけです。あ、私は、じゃあ、このパンをいただきますとか。でも、尊敬語。例えば、じゃあ自分の、わかりやすくね。じゃあ、ボス。社長にしましょうか。社長っていうのは自分じゃないですよね。人のアクションなんで、召し上がりますっていうボキャブラリーを使うんですよ。自分だったら謙譲語、いただきます。尊敬語だったら召し上がりますって。だから、誰のアクションなんですか？これが大事。ね。自分だったら謙譲語。相手だったら尊敬語。簡単に言ったらですよ。簡単に言ったら。で、じゃあどうして日本人が間違えちゃうのって話ですよ。どうしてかと言ったら、もうボキャブラリーの問題。もう、謙譲語のボキャブラリーと、尊敬語のボキャブラリーが、もう、混ざっちゃって。で、自分のアクションに尊敬語を使っちゃったり、ね。相手のアクションなのに謙譲語を使っちゃったり。それで日本人間違えちゃうんですよ。ね。そう。だから、皆さんみたいに、ね、毎日2時間、3時間勉強するでしょ？ね、素晴らしい。だから、ちゃんとこの尊敬語と謙譲語、この2つのグループをちゃんと覚えて、ね、謙譲語のボキャブラリー、尊敬語のボキャブラリーでちゃんと勉強すれば大丈夫です。そう。でも話すときね、ちょっと緊張したりとかさ、早いじゃないですか、会話ね。だそれでちょっと、ああ、どっちかなってなっちゃうと思うんですけど、それはね、練習、するしかないですけど。でも、ルールはね、ちゃんとありますから、ルールをちゃんと分かれば大丈夫だと思います。そんな感じですかね。どうだろう、今ずっと日本語だけど大丈夫ですよね。皆さん分かりましたかね。今尊敬語と謙譲語、お話ししたんですけど、大丈夫かな。あとは、ね、そのぐらいかな。それぐらいかな。あとはさ、皆さんから、なんかその日本語を教えるときに何が一番難しいですかって。来たんですけど、ちょっと書きましょうか。What is the most difficult thing? 何が一番難しいっていう質問ですね。
なんだろう、何が一番難しいかな。どうだろう、僕はね、教えるときに何が一番難しいかな。どうだろう、僕が一番難しいのはね、なんかビギナーの人に、例えばひらがなとかカタカナを教えるのがね、難しい。あと漢字とか。それが難しいかな。そう、漢字の覚え方とか。あ、N1 の試験です。N1 の N1 の試験は難しいよね、それはね。僕も難しいと思う。多分。あ、できるか。そう。僕はそのひらがな、カタカナ、漢字を教えるのが難しい。そう。なんか僕の意見は、もう、漢字とか、ひらがなって、もう、なんだろう、練習して、覚えた方がいいと思うんですよ。あ、そう、漢字を早く。でもね、あまりいい方法ないと思うんですよね、漢字を覚える方法。本当に毎日ちょっとずつ勉強したりチェックする。そうそう。そんなあんまりね、いい、ないと思うんですよね。例えば僕ね、日本語マスターっていうウェブサイト、僕アドバタイズしてるんですけど、その、やっぱりアップはいいですよ。漢字を勉強するのね。僕の日本語マスター、プロフィールにあるんで、漢字めっちゃいいと思います。で、日本人はどうやって漢字を覚えましたかって今ね、ちょっと、しようか。ね、日本人はどうやって漢字を覚えましたか？リリーロリーさん。日本人はね、でもその、子供の時、もう小学生、プライマリーの時から、毎日漢字勉強するんですよ。毎日。そう。だから多分、中国とか香港とか台湾の人ね、漢字を使う国の、まあ、僕たちはね、もう小さい時からめっちゃ勉強したんですよ。そう。で、もう子供の時僕も、もうめっちゃ嫌いでした、もう。だ、大変だから。そうそうそう。だからね、大変なんですよ、漢字は。もう、楽じゃないですよ、やっぱり。だから楽な方法はあんまりないと思います、僕も。そうそう。だからまあ、アップはでもおすすめかもね。アップ。あ、今みんな、はい先生だって。新しい上院の人。そう、日本人はどうやって漢字を覚えますかって。そうそう。学校でめっちゃ勉強しましたよ、僕ら。だからみんなはアップ使ったらいいんじゃないですかね。え、一番難しい。外人です。マイルックスブロンド。あ、難しいの？それが。まあ難しいよね。でもさ、漢字、どうだろう。難しいってない？読むのはどうですか？皆さん、読むのは。書くのはね、どうだろう。まあ練習しなくてもいいかもね。もう今、ね、携帯とかさ、パソコンとか、簡単にね、漢字ね、タイピングできるし。だから、読む練習はした方がいいかもね。
読む練習。そうそう。だからさ、空気を読むこと面白いね。そう。でも書くのはそんな心配しなくてもいいと思いますよ。もう書かないからね。だから読む練習した方がいいですよ。読む練習ね。だからそのなんだっけラディカルって言うんだっけ、ラディカル。例えばさんずい、例えば水のちょっと今はい、これ今僕今ピン今しましたけど、例えばこのさんずいっていうのこのちょんちょん、このちょんちょんぴょんっていうこのちょんちょんぴょんっていうかこのあるじゃないですか、漢字ちょんちょんぴょんって、これは大体水の漢字なんでね、海とかさ、いろいろ、あ、そう、水に関係する漢字だから、こういうので覚えたらいいかもしれないですよね。そうそう、あ、ドラマ見るのが一番すごいね、ぐるぐるプーンさん。そう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 、それがいいですかね。あとはその僕がプッシュしてる僕のプロファイルにあるウェブサイト、日本語マスター、それめっちゃいいですよ。うん、オッケーオッケー。じゃあラストなんですけど、あ、まあそうか、ラストじゃないか、そう、あとそのどうしたら日本語が上手になるかね、ちょっと今新しい そう、これも僕またピン変えましたけど、そう、先週さ、僕のインスタライブ見た人いますか？元 JKT48 のステフィーさんと僕コラボライブしたんですけど、みんな見た？あのライブ見た人いる？先週の僕のライブで、まあいいや、とにかくそのステフィーさんめっちゃ日本語上手だったんですけど、やっぱりホームステイしたんですって、日本で。そうだから、ホームステイしたら日本語がめっちゃ上手になったって言って、あ、留学、福岡に留学、あ、いいね。そうそう、あ、ロッキムさん見た？そうそう、で僕もね、実は今オーストラリアに住んでるんですけど、最初は僕もホームステイしました、実は。これ言った方が良かったですよね。ホームステイは本当におすすめです。うん。家族の人と話したりとか、その文化もわかるし、そうそうそう。だから皆さん、例えば、まあ、もしアメリカ人の人だったら、英語がわからない日本人の家族に、家族のところにホームステイしたらいいと思うし、そう。まあ、インドネシアの人、例えばね、まあ、日本人は大体インドネシア語わからないから、まあ、多分どこでも、どこの家族も多分大丈夫だと思うんですけど、ホームステイはめっちゃおすすめです。うん。イングリッシュプリーズ。あー、でもね、ごめん。これまあ、韓国の人とかインドネシアの人がみんないるから、そうそう、ごめんね、ちょ、日本語で。あ、さっき村さん、ホームステイしたことある。え、ホームステイどうでした？さっき村さん。あ、ケイティさん、見たい。あ、アーカイブ、ケイティさん見て、アーカイブ。ジオさん、俺もこの夏ホームステイするよ。ホームステイ、うん、本当におすすめです。そうそうそう。あ、シルバーボーイさん、ありがとうね。アルジェリアからね。やっぱり日本人に会うのが一番ですね。そうですね。
もう日本人と生活したらね、そうそう、ホームシックは、僕ホームシックないですね、一回も。そうそう、だからめっちゃおすすめホームステイが。あとは僕なんだろう、今ちょっとその日本のあのね、日本語学校の人とね、ちょっと今連絡してて、多分コラボすると思うんですけど、ね、まあ、今僕ホームステイおすすめしたのと、あとはほら、日本語の学校に行くのがいいと思うんですよ。そう。で、今度はその日本にある日本語の学校の人とちょっとコラボするかもしれなくて、だからその時にみんなちょっといっぱい質問した方がいいかもね。そう。日本にある日本語の学校で、そう。多分ビザの話とか、今ワーキングホリデーまた日本入れるでしょ？そうそう。だそういう勉強しますよ。勉強じゃない、ライブしますよ。みんな日本の日本語学校、行きたいですか？あ、ボンジュールってフランスかな。ちょっと今、ランゲッジスクール。あ、みなみさん。あ、久しぶり、みなみさん。ジャパニーズスクールインジャパン、どうだろう、みんな興味ある？ちょっと待ってね。あ、はいはいはい、よし。そのジャパニーズスクールインジャパン、日本の日本語学校、みんな興味ありますか？あ、行きたいです。チャラメデューさん、めっちゃ行きたい。サキムラさん、インドネシア人友達いますか？まあ友達っていうか、はい、この間ステフィーさんとコラボしました。インドネシアの JKT の人と。そう、そう、僕次多分ね、まあ、いつかちょっとまだ分かんないけど、多分この日本の学校の人とコラボするんで、いっぱいちょっと質問しましょうよ。今、なんか、僕今ちょっとね、質問をリサーチしたいんですけど、皆さんどんな質問したいですか？その日本語の学校の先生に。お金、まあお金かかりますよね。新しい仕事欲しいです。あ、その僕のね、多分コラボする学校はその仕事を探すサポートもするんですよ。みんなそれすごい気になるよね、仕事のサポート。そう、僕は今ちょっと調べてるんですけど、その学校は仕事のそのサポートを、まあ例えばインタビューをセッティングしてくれたりとか、インタビューの練習ね、インタビューの練習とかするんですよ。そうそう、それは聞きたいよね。大学生も日本の高校生に、高校に行けるかな？え？どういうことだろう？わかんない、それちょっと。そう。アルバイトということですか？アルバイトもサポートします。でも、アルバイトじゃない、本当の仕事？フルタイムの仕事とか。あ、学生の生活聞きたいです。お、
RD さん、いいね。ちょっと僕メモしようかな。学生の生活ね。ちょっと待って。めっちゃいいじゃん、それ。質問。学生の生活ね。ちょっと待って。ちょ、忘れちゃうから。ごめんね。ちょっと今書いていい？学生の生活。はい。あとはどんな、ごめん、ちょっと全然コメント見てなかった。ごめん。他に質問あるかな？どうだろう？学生の生活。あと、アルバイトって言ってたよね。アルバイト。アルバイトのサポートもするって言ってたと思いますよ。あとは、その、インタビューね。インタビューのサポート。あ、そう、あと思い出した。なんかね、その学校の先生と一緒に、あのね、日本の、その、バンクアカウント、銀行のアカウントのオープンとか、あとは携帯電話買ったりとか、そういうサポートもあるって言ってた。それ大事ですよね。僕はオーストラリアでね、もう来た時に、自分で、銀行に行ってね、バンクアカウント、オープンしたんですけど、めっちゃ難しかった。やっぱり。なんか、英語も、まあ、そんなにわかんないし、そう。だから、何をしていいかわかんなかったんですよね。だからそのバンクアカウントのサポートはめっちゃいいなって思った僕。あ、ぐるぐるプーンさん、13年前留学生生活をやりました。あ、いいですね。あ、日本の生活費か。生活費ね。なるほどね。あ、介護の勉強。学校は何月に1学期が始まりますか？日本は大体4月に始まります。銀行と携帯サポート、どうやってやればいいか。そうですよね。でもそのサポートしてくれるって。一緒になんか行って。まあでもそれも面白いよね。面白くない？なんかその勉強で、なんか、一回こうシミュレーションっていうか、練習して、で先生と一緒に銀行に行ってさ、バンクアカウント一緒に作るの面白いよね。いい経験だよね。あと僕気になるのはね、病院とかね、病院に行って、なんか、どうやって、なんだろう、ブッキングするとかさ、そういうのも難しいよね、多分ね。そうだよね。僕さ、全然風邪とかさ、病気ひかないからさ、あんま僕も病院行かないから分かんないね、実は。そうそうそう。そんな感じかな。OKOK。あ、ケイティさん面白い。え、ケイティさん待って、今日ずっとね、ライブジョインしてくれたね、ケイティさん。ありがとう。ずっとね、もう今1時間ぐらい経ったし、やめましょうかね。ね。OK。そう。またそのコラボのことは、なんかストーリーとか、ね。あ、病院の言葉難しいですけど、そうだよね。そういう、なんか生活のこととか。で、もちろんちゃんと学校で、まあレッスンもするんですよ。日本語のレッスンもするし、そういうサポートをする学校があるんです。まあもちろんお金もね、かかるんですけど、まあそういうお金の質問もね、大丈夫です、もちろんね。で、一緒にこう、コラボライブで、Q&A セッションとか、できると思うんで、ね、皆さんまた、ジョインしてください。OK。よし、今日ね、1時間ぐらい、ライブしましたけど、また来週も、来週どうしようかな。
なんかどういうライブしましょうか。また食べ物とか食べよっか。また食べ物とか食べたりしながらリラックスして話しましょうかね。あ、アパートメント。そうだね。よし、そういうのも今ちょっとメモしとこうか。あの、家探しね。アパートメントとか。OK。じゃあ、そういう感じで行きましょう。あ、お疲れ様でした、アーディさんね。あ、皆さん1時間ありがとうね。はい。じゃあ皆さんまた来週。ね。バイバーイ。